カオル2だ。はい、ということでここはどこでしょうとか言って分かったらめちゃめちゃすごいんですけど、今回は題名通り激安キムチゲを紹介していきたいと思います。最近ね、あのキサシタンって言って激安のこう食堂があるよって紹介したんですけど、そこでも、まあ、激安でも500円400円だったんですよ。今回はもっと掘り下げて300円でございます。こんな値段でね、食堂が運営できるのかって多分ね、すごいみんな疑問に思うと思うんですけど、その疑問については後ほどね、紹介していきたいと思います。で、今回紹介するキムチチゲは、みんなが知ってるこうトゥッペギっていう鍋に入ったキムチチゲじゃなくて、前私が、イデの美味しいお店って言って紹介したキムチチゲみたいにこう割と平べったい鍋に入ってコンロでね、この何グツグツしながら食べるタイプのキムチチゲです。私個人的にはトゥッペギのキムチチゲよりもコンロでグツグツしながら食べるキムチチゲが好きなんですけど、まあ、今回紹介するキムチチゲのお店はちょっと特別なコンセプトがあるので、それも一緒に紹介していきたいと思います。場所が四神寧駅っていうところで、まあ、多分あんまり観光できて寄ることはないと思うんですけど、前私が紹介したイリンイリちゃんっていう綺麗なね、あの景色が見れるカフェに行くときに一番近い駅にはなります。6号線と3号線が通る四神寧駅から歩いてね、まあ4分ぐらいかな、なので割と近いです。ということで四神寧駅の3番出口から出て向かっていきたいと思います。それでは今日も激安で美味しいご飯食べていきたいと思います。ゴー。はい、ということでここがね、四神寧駅の3番出口になります。で、3番出口から出たら出口と反対方向に直進します。そしたらこの道なりに、そう、右に曲がって直進です。なんか黄色いチキンのお店とか、まあ目印としてはこの半木のお店の間にね、階段を上がるとこあるんですけど、今おばあちゃん出てきたとこですね。ここに行きたいと思います。あ、ここに看板あったわ。キムチチゲ三茶のお昼10時から2時半まで、ブレイクタイムが2時半から5時までで、午後は5時から2時あ8時半までになります。ここになります。チョンニョンパプサンムンガン、じゃあ入ります。飲むと、こんにちは、ハンミョンニョ。はい、ね、네, 감사합니다. 그 음료수 사이다하고 그 라면 쌀이 또 같이 반개 한 네, 반개요. 반개요? 네.はい、ということで、そうそう、で、ここが今激安キムチゲということで、1人前キムチゲが3,500円でございます。で、1人で来た場合は、ラーメンも감사합니다。クリームサでしょうね。ねー、しかも늦게나가지고、ね、じゃじゃん。はい、じゃあこちらが3000ウォンキムチゲです。300円ではやばくない？300円なんだけど、中身的には豆腐も入って、キムチが入り、お肉も入り、この麺をね、50円で追加したので半分も入り、これで300円だよ。で、びっくりするのが、まあ、これで300円、びっくりするの後で言うわ。で、これがキムチチゲ、それからおかずのこんなんもと、あとはい、ご飯でございます。100円の中村サイダーです。じゃあ、食べていきたいと思います。
インスタグラムとツイッターのフォロー、それから高評価とチャンネル登録お願いします。チェック。量多いんだけど。カップン。あ、久々のチーズンサイダー。それじゃあ、いただきます。あ、うん、お餅も入ってるんだけど。はい、ということで、麺がね、伸びちゃうので先に食べるまでちょっと話ができなかったんですけど無難なキムチチゲの味です。私的には結構好きな感じなんですけど、なぜ無難なのに安いだけできたのか、今回、300円の激安キムチチゲを紹介するっていうオープニングでここまで皆さんをお連れしたんですけれども、実はここを紹介したかった理由が安い以外にもう一つあって、このお店ができた理由に実はすごい大きい意味があって、ホシウォンって言って、だったら韓国ですごいめちゃめちゃ狭い勉強だけして暮らすみたいなこう部屋があるんですよ。もう部屋の中にベッドと机しか置くスペースがないぐらい、とりあえず家賃も激安で、本当に勉強して寝て勉強して寝てだけできる部屋みたいなのがあるんですけど、何年か前にそのポジションである青年がお金がなくて空腹でね、死んじゃう事件があったんですって。その事件を知った修道院の女の人がすごくかわいそうだと思って、なんか青年たちがそうやって簡単に楽にご飯を食べる食堂を作ろうって言って、修道院でなんかこう集まって会議っていうか相談をしたんだけど、まあ、結局その修道院の女の人たちだけでそういう食堂をね運営するのは難しいからってやっぱりダメなんかなみたいになった時に、ちょうどその時期にもう修道院にこう訪問してきた神父さんに、その修道院の女の人たちが神父さんの方でこういう食堂を運営したらどうですかねみたいな相談をしたんだって。たらなんか神父さんも結構なんかいい感じでこう相談とか乗ってくれて、結局その神父さんと相談の後この食堂をなんか開店したらしいです。だからこういうキムチチゲに入るキムチとかも支援でこう入ってくるらしいです。だからここは売り上げを求めて作られた食堂じゃなくて、でお金のない青年とかこういう人たちが楽にこうご飯を食べれる場所として作られたすごいありがたい食堂だそうです。で、多分ここが売り上げが良くなると良くなるほど運営も楽になるだろうし、多分その修道院だったりとかそっちの方にもお金回せたりとかするので、まあ、ここに来て絶対食べろってわけじゃないけど、なんて言うんだろう、今回は韓国ではこういう意図で運営してる食堂もあるよみたいな、すごいなんか素敵なお話を聞いたので、今回ねここ安いっていうのもあるし、お店ができたきっかけはまあ悲しいけど素敵だし、なんかそういうことを紹介したくて今回は来ました。
ちなみにキムチ自体が3000ウォンでめちゃめちゃ安いんですけど、それプラスご飯がおかわり自由で、ラーメンが50円追加で、さっきメニュー表にはなかったんですけど、そっちの方にちっちゃくケランフライ50円、あの目玉焼きが1枚50円で食べれます。だから300円でキムチゲとご飯をお腹いっぱい食べれる感じとか、めちゃめちゃ安いよね。でもお客さん層を見てると、まあ、ご年配の夫婦だったりとか、ご年配の方一人で来たりとか、40代後半の人だったりとか、学生も多い。疲れたきっかけはこの青年がお腹空いてっていうことだったんですけど、食べに来る人たちは割と年齢層は広めな感じです。普通に多分キンパとか1個買うよりちょっとお金出すだけでキムチゲとご飯がねめちゃめちゃ食べれるということで、お腹いっぱい食べてめっちゃいいことした気分。はい、ということでごちそうさまでした。満足です。とりあえずその3000ウォンってもう激安破格のキムチゲなのに、お肉もちゃんと入ってたし、なんか豆腐とかあとお餅まで入ってたし、かなりね私的には満足です。で、あのキムチチゲ自体も300円ってめちゃめちゃ安いんですけど、それに加えシルソンサイダーも他のお店では150円、安くても150円、普通だったら200円ぐらいするんですけど、ここは100円です。でお店の人もめちゃめちゃ優しいし、なんかお店自体も明るい雰囲気があって、かなりね私的にはおすすめできる感じです。って言ってもあのこの四神内駅っていうのは結構遠くて、まあ、わざわざここに来て食べてとは言えないんですけれども、前私が紹介したすごい景色のいいあのカフェあるじゃないですか、それに行く時にここで降りてここでバス乗ったりとかするから、まあカフェに行った後にここでお昼ご飯食べてもまあいいかなっていう感じ、流れ的には。まあこっち側に用事があればぜひ来てほしいけど、わざわざねここにご飯だけ食べに来いとは言えない感じなんか別に、ね、安いからって悪いところは全然なかったです、ということでね、まあ、いろいろ最近心痛むニュースとかもあるんですけど、まあ、そういうのにね感化っていうか、なんていうかこう影響というか動かされて、実際こうやってお店の運営までしてきるねこの行動力というかに拍手ということで、まあ、私はね何もしないんですけれども、ここでご飯代出してこのお店が長くこれからもずっと運営できるように応援したいと思います。ということで今回素敵なコンセプトを持った激安300円のキムチチゲのお店の紹介でした。それでは今回もご視聴ありがとうございました。クラムチャンネルにお願いします。終わり。